こだわりって漢字で書きます？こう書いてこう書いてこう書くの。俊介フィルムプレゼンツ The Talk Show。 The Talk Show は俊介フィルムの提供でお送りいたします。Broadcasting from Komiten Studios in downtown Fukuoka. Ladies and gentlemen, Shunsuke Film presents The Talk Show. よく書けたね、こだわりね。手編に俳句の句で、りです。こだわり、こだわり、これが今回のテーマであります。はい、We are the Talk Show! お届けしていきます。お願いします。デシマオイです。お願いします。お願いいたします。もうあのマックスがいないのがなんかね、あの普通になってきましたけれどもおやすまーすマックスにはまたたっぷりと、ねね、ベッドベッドで、ねね、レポートしていただきたいなと思いますけれども、今日は何といってもこだわりです、うん、こだわりというとですね、まあ人それぞれいろいろあると思いますが、うん、まずじゃあ葵ちゃんが、はい、あの仕事上で歌うということでこだわっていること、はい、この辺からいきましょうか。はい、はい、私の歌う時にするこだわりが飲み物です、うん、今はちょっとあんまり見えんかもしれんけど、うん、私はいつも歌う時はリンゴジュースを、うん、あ、これリンゴジュース、はい、飲んでいます。できれば白濁しているものが嬉しいなっていう感じです。あの果汁 100% みたいな感じ。そうですね、うん、それは経験値的にやっぱりリンゴジュース飲むと調子いいとか。あ、そうですね、うん、喉が調子いいんですよね。あのちょっと息があの歌う時も多いので、うん、結構水分を飛ばしてしまいがちなので、なのでお水とかお茶とかではなくて、やっぱりリンゴジュースだとちょっと糖分もあったりとかして、こうちょっとテンションも上がりながら、うん、あの喉をこうスムーズにしてくれるので、本当にデビュー当時からずっとリンゴジュースを飲んでいます。験担ぎみたいなのもあるんじゃないの。あ、それもあるんですよ、ね、まあそれがこだわり。そうですね、安心します。あ、いや、アーティスト、ね、それぞれにこう飲み物っていうのはね、うん、マイドリンクがあると思いますけども、はい、うん、葵ちゃんの場合はリンゴジュースでした。はい、アップジュース、アップジュース。いや、あのリンゴっていうのはよくほら言葉さにもあって、うん、アップルアデイ、一日一個のリンゴで医者知らずみたいな、うん、風邪ひかない、ね、そんな逸話もありますし、やっぱり栄養価的にもいいし。そうですね、このザラザラ感がまた、あ、そう、ザラザラ感が私は嬉しいです、それが。でしょう、ね、いや、そうですか、意外でしたね。なんかこうステージ上ではあの水、お水、水が多いですね、うん、ね、ボトルに入れて飲む人が多いかなと思ったら、うん、はい、葵ちゃんの場合はリンゴジュースなんだ。はい、ね、このなんか濃さと甘さが私にはすごくちょうどいいですね、うん、もうこれでいろいろ大変なことになりますよもう日本全国も全世界のリンゴ農園がですね、もう葵ちゃんが言ったからにはですね歌う人も今リンゴジュースしてもうリンゴジュース、アップルジュースじゃないと歌えないみたいなね、人それぞれやけんね私はなんかでもそういうこだわり、そうですね、の人が増えるかもしれない。あります、ね、トムさん、こだわりは。あ、僕ですか、仕事上ですか、うん、うん、仕事上ですね、僕はやっぱりラジオでパフォーマンスするときはやっぱりこうグルーブですね。あのトム・ジーの G はグルーブの G とも言いますけども、ほんとカメラもグルーブってますね、うん、なんかやっぱりこうかける曲だとか、うん、そういう波長とか雰囲気とか、あのオンエアって言うじゃないですか、やっぱエアーなんですよね。だからその空気感とかリズムとかライムとか、その辺のこう言葉の持つ魅力みたいなのをこうやっぱ発揮したいんですよね。だから僕が大事にしてるのはグルーヴですね、うん、なかなかこうそれこそ体調次第でね、うん、グルーヴが出やすかったり、そうですね、うん、出にくいけど出してみたりいろいろするんですけど、うん、まあ、十分にこうオンエア前にね、ストレッチしてですね、そうですね、ブルルルルルって、あ、それもする、うん、ブルルルね、そういうこう体をほぐしてこう肩の力抜いてやるっていうと、おっていうのが僕のこう、うん、こだわりかな。そうですね、うん、あ、でも仕事はいろんな仕事がありますから、仕事上のこだわりっていうのはね、うん、結構あると思いますよ。そうです ね、なんか、うん、私の友達はっていうか、うん、あのノートが、うん、あのなんだろう、
ディレクターも使ってるわ、ね、うん、ノート、これこのノートじゃないといけないってやつ、そう、何やったっけ、ごめん、忘れた、はい、そう、モレスキン、モレスキン、モレスキンやないと仕事できんって人がいます。めっちゃこだわってるんですよ、ね、そういう、こう文房具のこだわりとかね、あと生活する上では例えば、まあ、洋服とか、女性で言えば洋服、うん、化粧品あるんじゃないですか。そうですね、あ、私も化粧品とか靴とかあります。化粧品は私、うんうん、ラメ入りのものがちょっと苦手で、ああ結構口紅とか、はい、アイシャドウとかもなるべくマットなもの、いいじゃないですか、マットのね、なんかね、うん、温かい色味がそのまま出るような感じ、うもうキラキララメに頼らない自ら頑張って出すもうマット運動大好き飛び箱の方が好き。あ、そう、結構飛び箱飛べるらしいね。そう、結構7段、8段ぐらい。すごくないですか？ねえ、マットな口紅脱いながらですよ。もう、しれーっと飛び箱。しかも横飛びらしいです。そう、横飛びが好き。そう、縦じゃなくて横飛びが。ねえ。そう、こだわりです。そうですか。いや、女性は多いと思うな。もうこのメーカーのこれじゃないとダメだとかね。うん、洋服もやっぱこのブランドじゃないとっていうね。そうですね、私も衣装で着るときは必ずレペットっていう、うん、あの靴があるんですけど、うん、あのブランドさんがその靴をいつも履いたりしてます。パペットじゃなくてレペット。レペットです。パペットじゃないパペットじゃないよいや本当そうやって突き詰めていけば、うん、こだわってないつもりでも結構こだわってますね。そうね、ちっちゃいことでこだわってますよね。あ、うん、それをこう無意識にやってるのか、ものすごくこう声を大にして言ってやってるのかっていうことでしょうね。考え始めると結構出てきますよね。ですよね。ポンポンポンと、うん、あの男性だったら、僕はそうでもないんですけど、その車とかバイクとか趣味のこだわりあるじゃないですか。ね、電車好きな人とかもね。あ、そうそうそう。撮り鉄とか乗り鉄とか、ね、必ず一両目に乗るっていうこだわりとかね。あ、ペタッねえ。でもそれとはね、正反対で僕はどっちかっていうとイージーですから、あのこだわりがないのがこだわり。あ、ちょっと逆説的ですけどもね、あのアメリカに僕も3年いましたけども、うん、アメリカ人のこう感覚で言うと Whichever, we don't care、 もうどっちでもいいよ、こだわりないよっていう方結構多いんですよ。へー。ですから、まあまあ、そういう文化にしばらくいたせいもあるんだろうけど、うん、それこそグルーヴ、うん、その時のグルーヴに乗って、Thank you、Thank you for saying that、ね、そうなんですよ。どうにでもこう受け入れられるっていうか、うその辺がまあ良くも悪くもこだわりがないというかね。うん、よくね、僕このヘアスタイルね、あの変わっとうねって言われるんですけど、うん、これ僕のこだわりじゃないんです。僕はあの大分時代に行った美容師が、あ、勝手にこうしたっていう、ね、美容師さんのこだわりそうそうそう、もうそれ以来こういうヘアスタイルで定着しているっていう、ね、でもトムジーさんはこの感じがトムジーさん、そうですか、ありがたいですね、ね、だからこだわりじゃないのもそう悪いことじゃないかなとも思いますね。そうですね、うん、その時に楽しかったりとか、その、うん、まあね、グルーヴだったりフィーリングでなんかできるものっていうものもいいものがやっぱありますね。そうですね。そして、あの、あんまりこだわりがいっぱいありすぎると、うん、生きていくの大変じゃないですか。確かに。例えば食とかね。ね、うん、ベジタリアンさんとか大変そう、うん、ビーガンとか。そうそう、確かにそういうチョイス、今いろいろね、あって、うん、自分が行きたいこだわり、自分が食べたいものっていうのを貫くこだわりあるんですけども、うん、そう言っていくとなかなかこう外食できなかったりとか、そうですね、買い物大変だったりとか、買い物大変ですね、しません？します、うん、私食は美味しかったら何でも大丈夫僕も美味しかったら何でもいい、美味しかったらリピートするぐらい、ね、ですよね、うん、いろんな食のこだわりがありますね、うん、僕はあの食で言えば、あのあれですよ、ピザの時は必ずコーラですね、うん、アメリカ人っぽいそこはなんかアメリカっぽいですね。ねえ、それはやっぱコカ・コーラ、なんかね、ビールじゃないっちゃうね、なんか ピッツァの時はコーラが飲みたくなるんですよね。うん、まあ、あのこう炭酸と一緒にこうピザと膨れ上がるこの胃袋みたいな
超大きいの食べるじゃないですか。こんなんね。ね。あと僕がいた頃はこういうなんていうかな、スクエアのピザがこうドミノとかあって、こんな大きなのにしてもうファミリーでドーンって食べて、ピースごとにね食べて。はあ。アメリカンサイズ。あれはすごい。ドンドンドンみたいな。なんか食はこうじゃないとダメだっていうのあります？でもそうですね、やっぱりあのベジタリアンさんとかビーガンさんとか、うん、やっぱりこうこだわりを、うん、そのお肉を食べないとか、はい、お魚食べないっていうこだわりの方多いですけど、うん、私は逆に、うん、あのお魚とかお肉が食べたい派の人です。すごくなんかやっぱりおしなんか白身のお魚だったりとか、うん、まあ、それこそ日本人だからお刺身だったりとかは、うん、いや福岡はねまた美味しいもんね。そう美味しいんですよ、うん、そうだからやっぱりお魚はなんか食べたいなっていう気になりますね、うんうんうん、やっぱり鮮度にこだわるとかこだわる、うん、ね、そうやって考えていけば結構いろんなところで実は僕らこだわってるのかもしれません、うん、でも正直こだわるっていう感じかけた人今日あんまりないでしょ。ね、確かに、うん、いやでも本当にね、あのいい意味でこだわっていただきたいですし、この番組にもぜひですねこだわって、10月31日にはイベントも用意してますんでここは一つこだわっていただきたいんですよね。はい、そうなんです。なんと100回記念ですよ、おいちゃんね。僕らもよく頑張ってきました。やった。というかよくトークトークトーク喋りますね。ね、よかった。ね、お世話になってる。でいやいや、こちらこそもう本当で、マックスは。マックスは、Where's Max? あの、10月31日の記念イベントはあの3人揃ってやりますので、はい、交互期待であります。はい、大野城イオンのシネマ、うん、大野城イオンシネマでやります、はい、うん、10月31日は土曜日午後4時から6時という時間帯になってますんでね、はい、ぜひあの今のうちからスケジュール開けていただいてですね、あのちょうどあれですよね、ハロウィーンですよね。ハロウィーンでチュックチュイート、そうそうチュックチュイートなんで、うん、僕らも当然何かするかな。いや当然そうでしょ。何かするから、何でしょうかなというこだわり、うん、っていうね、もし自分が仮装するとしたら、ね、お客さんも仮装してるわかんね、チュックチュイート楽しいパーティーになりそうですね、うん、10月31日、はい、ぜひ、100回記念イベントお待ちしてますんで、詳しくはですね僕らのホームページご覧いただきたいなと思います、はい、特設サイトもできてますからね、はい、チケットが買えます。はい、チケットナオンセオとなってます。ぜひぜひチェックしてください。そしてもちろんね YouTube のアーカイブなんかもね、はい、ご覧いただきたいなと思います。ということで、はい、こだわってきましたけども葵ちゃん、うん、今日は漢字一つ覚えたね。そうですね。底辺に俳句の句で、り、こだわり。そうですね。はい、いやでも漢字もこだわり出すと、ほんと半端ないですよ。そうですね。ね、漢検。漢検、漢検。漢検受けたいなと思ってるんですけど、未だに受けたことないですね。漢字検定受けたことあります？難かい。もう最近、科漢検全然科検。もう変換変換頼ってるでしょ。もうね、もうペペペペーですね。読めるけど書けないみたいな。あー、もういっぱいある。レモンとか書けん。あんまりバラはどうですか。あんま書けない。変なこだわりになってきましたけども、漢字トークではなくこだわりトーク。お相手は僕とむじいと私もあおいでした。 Thank you! We are the Talk Show! We'll see you next time! Bye! It's time to talk The Talk Show! The Talk Show!この番組は俊介フィルムの提供でお送りいたしました。 The Talk Show のホームページ thetalkshowradio.com thetalkshowradio.com をチェックしてください。 YouTube からもエピソードが視聴できます。ぜひチェックイット。